前回のカズクラ、今回のワールドはそう島マップ。やで、まだまだ領土少ないと思うやわ。もっと立派な島にせんとあかんと思って、土地拡張計画、自分の持ってる土を海中に埋めに埋めて疑似的に領土を広げるように見せつけるんやわ。ほんで一応できたんやけど、思ったよりすげえショベっていうか、これ誰か真似しちゃうから、今度真面目に領土広げようと思うわ。はーい、どうもこんばんは、カズクラでございます。うらく、めちゃめちゃ土貯めてきました。これスコップもね、壊れそう。 あと早くエンチャントもやらないとね。いや、忙しいよ忙しいよ、なかなか。ほんで一応ね、初見台的なものも用意させていただいたので、村人、あれ嘘でしょ。え、なんでなんでなんで、な、何が起きたのみんな、これ。え、どうしたの、なんでみんな、こっちにいんの、なんで。え、村人に何が起きたんだろう、これ。全員出てったんですけど。なになになに、怖い怖い怖い。もう一回受け直しとくね。怖いわー、なんでやろこれ。いやいや、お前ら上がれるやろって。これ上がれるでしょ。上がってた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 、また入った。なに、ちょっとだけ登りやすくしとくこれ。こんでいいかな。で、これよこれ、幸運。あ、そうか、こういうガチャすらできるようになったんだ。ただ村人が上におらんとね、ダメなんよ。ノックバックいらんわ。あ、でもちょっとずつ登っていくぞみんな、これ。そう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 、これ夕方の集会かな、俺今。なんかいいの出ねえかな。ほいやい、あ、びっくりした。こう、もうちょっと綺麗な段差つけてあげねえとダメだな、マジで。おやす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 やすやす。うわ、アンデッドトコ5。うわ、これ固定して、マジかよ。はい、ありがとうございます。すぎゃ、あー、よくれた。いや、飛んだ、すげえ人が。これはもう移動や移動。すげえ、ルーキーが来たべ来たべ、早くも。一旦ここにいてもらおう。うん、一旦ね。さあ、というわけで、そうでもないよ。今日はあーでもこうでもないのよ。ただ、おお、ほんで、アンデッド特攻でも、で、武器として持っておこう、持っておこう、これ。え、今日はそうじゃなくて、まだまだね、詰め物が必要なんよね。ほんで、ま、土取んのが一番なんだけども、もう一個考えた。これをこれ。今、この効率強化の、もう、要はね、ツルハシも結構あんのよ、実は。いけます？ま、値上げ来てないっすよね。これもらえますね。はい、ありがとうございます。こうなると効率強化3。さあ、こうなってくるとネザーであれが楽に掘れるんじゃねえと。ってなるとブロックもめちゃめちゃ溜まって、なおかつネザーライトも溜まるんじゃねえと。はい、というわけで早速詰め物飛びかつネザーライト手に入れたラッキーの旅に行きますか。序盤で最強への道。ただ行ってはいけない方角っていうのがあって、あっち地下でゾンビさんとかいっぱい出てくると困るから、こっちの方にね、掘り進んでいきましょうか。こっちに、ええやんええやん、いいね。もう豆腐ね、豆腐。いつかね、耐久とかもすぐ取ってやるからね。これ深さ的にはまだまだね、まだね。おや、あれ、薄いじゃん、薄いじゃん。はい、ちょっと待って、いや困ったよこれ。え、マグマ困るよ。はっ、やっべやっべやっべ、待って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 、やって待って、あっ、かけて集めたものがのなったのなっちゃったよ。もう大変だったのに、もう、 もう早いよゼンドス。意外とマグマ耐えてるからいけるかなって、ダイスいけるかなと思ったのにさ、
何よこの塩対応。あーもうどうすればいいの。お金ちょうだい、おんちゃん。お金とレベルちょうだい。人参ももらうよ、お兄ちゃん。お兄ちゃんもらっとく。一応斧とかいろいろもらっとくわ。これ効率強化にいいじゃん。豆腐みたいに削れんかったっけ。最低でも3いるんやったっけ。あ、いける。あ、2でいけるんだ。これで探しに行くよ。怖えよー。カズクラ、これ地面あるのが赤森方面しかないんかもしれんな、もしかすると。あ、あっちの方角もあるな。あっち行こう。うん、よし、ここら辺から下潜っていこう。よーし、14の高さまで来た。この辺りだよな、14前後がいいよみたいな。よーし、掘っていくぞー。おー、もうまだブラックストーンなどね。あの周りが特にやっぱいっぱいあるイメージはあるから、掘りますか。おやす。では早速探しまショータイム。おーやす。これちょっと指持ってきてねえよ、指。あーでもあかんかったな、まだ。ただめちゃめちゃ海に詰める分はかなり加工できた、これこれはいいぞ。潰す時も簡単に潰せてね。だから表面だけ土とか貼っとけばいいよね、作戦的に。これはいい。まあ、ちょっと我が財産をね、ここら辺に貯めるとしよう。カモン、おい、来たか。オッケー、おつちゃん、ゴリゴリに掘りに行ってくるよ。掘るで。な、ほっとこうかのだ。直線掘りで左右に出てくるのはどれ、やっぱどれが正解なんか未だに分からんわ、未だに。おい、よしよし、来た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 。1個、まず1個。うわ、2個目。いや、最低でも4つは取りたいよね、今回。もう4つ取るまでは終わりませんわ。うん、おやせせ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 、耐えて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 、やばいやばい、行く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 、あん。カズクラ、こんがりこんやで、にこんがりやで。バケロ、レベル上がんねえよ。何気にもアイテムがパンパン気味です。おいやっす、きた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 。3つ、固まってなかったか。おいやっす、きたきた、4つ目。オッケーオッケー、5つ。やべ、目標達成してもだわ。この堀が一番いいかもしれない、横堀が。これ最強じゃない、このためば。あと2本あるから2本分掘っちゃってみる。最初から安定してるな、なかなか。もし行こう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 、掘ってこう掘ってこう。海に沈める資材がたまるぞー。おやせせ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 、慌てるでない。まあまあな、マグマだまりやんのこれ。だよねだよねだよね、この先ダメだよね。おやっす、やす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 、きたきた。うーわわきた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 。なんか増えたくない、前より。
5つも7つか。あと1個入手すれば、2つ分のネザライト装備が作れるってやつや。ええー、ねー、貯めるよ。おー、やす、きたきた。これで、2つ分のネザライト装備。すごい、どんどん最強が近づいてきている。いやー、装備に恵まれてんな今回。本当にいい建築いっぱいしよう。まず、最初の建築物、建築物と言えるか分からんけど、島だよね。うん島の埋め立て、それが最初の建築になるかもしれない。これちょうどいいじゃん、本当に大量にゲットできる。ふぅ、掘ったー、力っぺ掘ったわ今回。もうまずここがすごい。8つ、はい。で、金のこれも持って帰って、うわー、大量に埋め立てできる。この掘り場最高だな。すやっと。はぁ、よくれた。はい、というわけで本日こんなところで、終わりたいなと思います。今回残念なマグマダイム全ロスあったけど、大量の資材がね、はい、こんな感じで、手に入りました。いや、これもちゃんと焼いておこう。まあちょっと初めてのエンジャントはやっぱネザライト装備ね、それで最強のやつで決めていきたいなと思いますのでね。今年おみくじもまだ引いてないので、初エンジャおみくじしていきたいなと思います。はい、というわけで本日はこんなところで、また皆さんお会いいたしましょう。バイバイキーン。